はい。はい。はい。え？はい。ちょっともう一回いいですか？なんで？なんで？ぼっちれんです。ぼっちれんです。ぼっちれんです。暗いよ。嫌なんすか？何？嫌じゃないです。嫌じゃないですか？嫌じゃないですか？はい。いや、今日もね、一人で楽しくできる練習を教えてもらおうかなと。楽しい、楽しい、できたら楽しいかな。でもだんだんイライラしてくる。今日そのできないのって何やるんですか？えっとですね、あのサービスラインがあるじゃないですか。あそこのラインの上と下をね、交互に打ち分けながらストレート打ちなんですけど。はいはい、伝わりました？なんとなくすいません、下手で。まあ低いの、まあ簡単に言うと低いのとちょっと高いのを打つって感じですね。下と上と交互にこう打ってストレートを続けるみたいな。で、同じ場所ですので、まあ緩急つきますよね。まあ、あとコントロールとか、うん、面の向きとかね、はい、まあ、いろいろ考えれるようになる。うん、考えるようになるね。同じ力で打っててもね、高さ変わると飛ぶしとか、なんかああそうなんだみたいな、こう改めて確認できるというか。この一人打ちはちょっとやったことないかもですね。やってみます？いや、僕大丈夫です。大丈夫ですか？はい、遠慮しなくていいよ。先にお手本見ようかなって。お手本になるといいですね。はい。はい、まずはフォアの方からいきます。で、最初難しいので少し前の方に行って、サービスラインの上と下を交互に打ち分けます。で、同じ場所に立っているので、まあ打つというよりも目を合わせることを意識して、で高いとこ当てるにはやっぱり目を少しね、目向けないと当たらないので、この微調整です。力加減と目の微調整で、こういう感じで上と下、上と下、上と下、こんな感じで微調整でいきます。パッとご一緒ですね。はい。これはなんかだんだん慣れてきたら、こう後ろに下がったりとか。そうですね。後ろになるとね、なかなかこう力もね、重なってきますので、ね、ちょっと上がりますよね。はい。まあ、これをだんだんこう最初前やってって、だんだん離れていくとか、まあ、あとはその部分的にやってもいいし。部分的にやってThank you.
い、ということで、はい、ストレート、うん、上下の内訳、上下の内訳、うん、緩急、緩急、はい、ですかね、こう私は結構波がめちゃくちゃ激しいので、まあ、そこがね、まあ、原因は多分ここだと思うんですけど、はい、そこがやっぱりこう固定されてる方がやっぱ安定しますよね、うん、気はする、はい。あとはなんかこういう一人打ちってやっぱりなんか自分の感覚とか、うん、なんか打点とか、体の開きとかなんか、ね、どんどんハマっていったり、で、今日調子いいとかあるので、なんかそれがね、調子悪くてもここ修正したらできるよっていうのが見つけられるとまたいいかなと思って、まあ、打っただけかなと、打っただけだし、あとはなんか一人打ちもなんか考えてだったりとか、ちゃんと意味を持って、なんでこれ取り組んでるのかってやんないと、まあ、そもそもそれがないとつまんなくなっちゃうんで、すぐ飽きちゃうんで、なので、まあ、今まで紹介している一人打ち、今日のもありますけど、まあ、ただやるんじゃなくて、まあ、ちょっと今日道屋さんが言ったこととか、あの意味とかこうちょっと感じ取ってもらってやってみると、またまあ、楽しくできると思うし、上達に、まあ、ちょっと役立つかもしれないですね。本当にただやることもいいけど、本当にこう目的っていうか目標を持ってが絶対いいと思います。ということで、はい、今回はこれで終わろうと思います。はい、では、はい。